こんにちは。元宝塚男役、現役アイドル、永遠の30歳、綾羽まやでーす。このね、ユニクロのシャツ、見覚えある方もいるんじゃないでしょうか。もうね、何度となく洗濯をして、少し灰色かかってたり、襟元がちょっともう白くなっちゃったりしているんですけど、このシャツ、YouTube を一番最初に投稿した時に、宝塚メイクをしている、あの時に着ていたシャツなんです。もうあの動画の時はオスカルの衣装も持っていなかったので、このシャツにね、黒いスーツのパンツで踊ったり宝塚メイクをしたりいろいろしていたなと思います。懐かしいですね。これはね、あのセガさんのマイマイっていうゲームの洗濯祭っていうやつに出た時もこの衣装だったりして、いろんなイベントとかもこのシャツを着たなって思います。懐かしいシャツを引っ張り出して、今日は何をするかと言いますと、宝塚の男役半顔メイクに挑戦していきたいと思います。右半分男役、左半分娘役のメイクとか、あと半顔宝塚メイクも確かね、生配信では出してるんですけど、ちゃんと動画では出してなかったなと思って、今右半分だけに男役メイクをやったら、こっちとこっちでね、見比べてどのぐらい違うのかっていうのを改めて見ていただきたいなと思います。じゃあ早速やっていくか。でも髪の毛はね、後ろに結んじゃいましょう。つるん。それではここからいつものニベアを使って顔右半分だけ落としていきます。はい、これで眉毛がなくなった。あら、眉毛がなくなりました。すっぴんです、右半分だけ。ではここから男役メイクをしていきましょう。まずは9番のドーランを塗ります。おー、普段メイクと比べるとめっちゃ赤い。よし。おお、なんかもうすでに肌の色は男役って感じですね。やっぱり9番は。茶色で鼻立ていきます。今回は片手で半分なんで。つけます。
次 M725A つけます。アイテープつけます。半分の顔の見比べたいのが目的なので、メイクの仕方が気になる方は他の動画をご覧ください。半分だとめっちゃ早い気がする。右だけしかやらなくていいから、バランスも見なくていいし。あれ、そうだ、眉毛描くの忘れてた。いつも先に眉毛描くのに、眉毛今描きますおー、キリッといきましたね。あれ待って、普段メイクのこっちの眉毛が全然ない。ちょっと描こう。乾かしてる間にチークでも塗ろう。目の大きさの違いすごい分かりやすい。つけまつげつけます。目の上だけすっごい大きくなりましたので、下も描いていきたいと思います。ということで口紅は赤にしましょう。最後にもみあげとかを描き足してより男役っぽく仕上げていきます。宝塚メイクだよね。横顔見たら普通だと思うんですけど、普通というか、なんていうか、こう見ると宝塚メイクなんですけど、じゃん全然目の大きさが違うんだけど。でこうしたら、こうしたら普通の普段メイクに見える。じゃん
こっちが私の普段メイクの状態ですね。だいたいいつもアイラインは結構長めにがっつり引いてて、下げ目に垂れ目に見えるようにやってます。眉毛も平行からちょっと下げ目に描くように努力しております。これが私の普段メイクです。そしてじゃーん、これが宝塚メイクです。すごくない？すっごい目大きくなったよね。で、目鼻立ちがはっきりしたのがすごい分かりやすいと思います。じゃあ両方もう一回出してみましょう。じゃーん。全然違う。でもさ、ほらこうやって遠ざかると分かります？皆さん、こっちでね舞台に立つのとこっちで舞台に立つのじゃやっぱり顔がちゃんとね、目と鼻と口がどこにあるとかしっかり分かるのって宝塚メイクですよね。宝塚メイクがどれぐらいこう大事なのかとか、大きな舞台で宝塚メイクがどれだけね顔を映えさせてくれるのかっていうのが分かる動画になったかなと思います。すごくない？本当宝塚メイクってさ、こうどんなに照明が当たっても目とかが消えないんですよ。まあ、そういうのもねこうやって見比べると分かりやすいんじゃないでしょうか。すごいね。宝塚メイクするとすごい大人っぽくなるよね、より、すごい彫りも深くなるし、効果が私の普段のっぺりしてるこのね顔と比べると分かりやすいんじゃないでしょうか。ということで今回は宝塚メイクの魅力についてお伝えできたかなと思います。宝塚メイクでどのぐらい変身できるのか分かってもらえたと思いますので、ぜひ皆さんも宝塚メイクやっていてください。宝塚メイクの詳しいやり方については他の動画で解説していますので、よかったら見てみてください。この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。